アンリエット・ド・ヌベールは、フランスのクレーブ・ヌベール公爵家の女子相続人、ヌベール女公及びルテル女白・ジョイタリアのマントバ公爵家の公子、ルドビーコと結婚した。アンリエット・ド・クレーブとも呼ばれる。ヌベール公、フランス王は一世と、その最初の妻で、バンドー・ム公、シャルルの娘であるマルグリット・ド・ブルボンの間に生まれ、フランス王アンリ二世が、先例の大父となった。 二人の妹、カトリーヌとマリーはそれぞれ、ギーズ公アンリー一世、コン月公アンリー一世の妻となった。また、フランス王アンリー四世とは、重子定同士だった。1564年に、弟のジャックが死ぬと、男子相続者のないヌベール公爵くらい及び、ルテル伯爵位を継承した。1565年3月4日に、ブルボネー地方のムーランにおいて、 マントバ公を及び、モンフェラート公フェデリーコ2世の息子で、またいとこにあたるルドビーコと結婚した。ルドビーコは、パリ宮廷の一員であり、結婚に際して、ヌベール公爵位を引き継ぎ、また新たに、ルテル公爵位を授けられている。アンリエットは、アンジュー公、フランソワの長身アンニバルド孤高な伯爵と愛人関係になり、 1574年にココーナが安住公を大いにつけるための陰謀に参加して斬首された際には陰謀に関わっていたナバラ王妃マルグリットと共に陰謀参加者たちの首をサラし台から盗み出し教会の墓地に埋めたと言われている。1601年にパリのオテルド・ヌベールで死去したオットル・ドビーコとの間に5人の子女を設けた。ありがとうございます。